こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。私は今シドニーの海岸、マンディービーチというね、住宅街の、住宅街、割と高級な住宅街の近くのビーチ、その北の方にある DY というビーチに来てます。今日はね、12月30日で、おそらく人気のビーチはすごい混んじゃってると思うんで、空いていそうなこの、DY に来ました。まあね、ホリデーシーズンの割には非常に空いてます。でこうしてね、ビーチで、動画を撮って、でアマゾヒスをサポートして暮らしてるわけなんですけど、来年、会員の皆さんが、稼げるように、稼げる会員さんと稼げない会員さん、この違いというのをね、よく素直さだという話をしてるんですけど、なかなかこの重要性がね、分かってない方がいらっしゃる。で分かってない方だとね、やっぱり成果出にくいっていうのがあるんで、再三年末のね、最後の動画として上げておきます。まず今までね、サポート実績何人したかなって、普通にね、ちょっと商材買ってもらって教えたとかそういうんじゃなくて、チャットワークでやり取りしたり、あるいはスカイプでやり取りして、3ヶ月なり半年なり稼げるようにしてくださいというのでね、稼げるようになった方、サポートした方、633人です。でその中でね、いまいち、成果出るのに時間かかったって人はいるんですけど、そうじゃなくてね、自分の目標とする成果が出なくてね、不満を抱えて文句言って辞めてったという方がね、正直3人います。で3人に共通してるのは、3人ともね、素直じゃなかった。何か自分なりの考えとかね、私のサポートに気に入らないところがあったのか、アドバイスとしてもね、なんかアドバイスと違ったことをやる、あるいはアドバイスした内容をそっくりそのままやるんじゃなくて自分でアレンジにする、あるいはね、自分がやりやすいとこだけ、納得したとこでやるという形でね、アドバイスをそのまま実行してないという方がね、もうおしなべて結果出てないです。これね、633人やって630人は成果出てる。で3名がダメで、みんながね、ダメな人の特徴は、アドバイスをそのまま実行しない、素直さが足りないと、もうはっきり決まってるわけですから、であればね、成果を出すためにはアドバイスをそのまま実行するというのに越したことはないということが言えます。そう言ってもね、なおかつ、金払ってんだからね、自分に合わせて教えろとかね、教え方がちょっと悪いんじゃないかというような、意見をいただくんですけど、はっきり言って甘えるのもね、大概しないといつまで経っても稼げないですよというふうに言いたいです。何しろね、630人稼がしていて、失敗というかね、不満を持ったのはわずか3人、変えるのは私じゃなくて、うまくいってない方がね、そのまま実行するやり方に変えればうまくいくと、稼げてないからアドバイスを求めてるわけであって、稼げるようにするにはアドバイスをそのまま実行してもらうのが一番ですと。いやいや、理由とかね、分かんないし納得できないと、できません。これね、理由とか納得できるように教えてたらね、それこそ半年で成果上げるとかそういう次元じゃなくてね、2年間、成果上がりませんけどいろいろ勉強してましたというね、役に立たない学校みたいなことになっちゃいます。なかなかね、まずきちんと理屈を分かってからしか教えませんと、ね、でサポート費用は月5万いただいてます。なるほど、それ素晴らしいですねってね、2年でも3年でもサポート費用毎月5万払いますと、180万円例えば3年間かかったとして、180万かかった時点で稼ぎ方は分かんないけど理屈は分かったと、そんな需要があるとも思えないんで、私は理屈はともかく、ね、稼いでる方法を教えるんで、黙って言った通りやってくださいと、で何もね、2、3年ずっとやると言ってるわけじゃなくて、半年間言うことを聞いてね、ダメだこりゃと思ったらやめればいいだけの話なんで、そこのとこ我慢してね、我慢してというかね、散々これはね、素直じゃないと成果出ませんと、動画でも断ることに言ってるわけだし、サポート入る時もね、念を押してるんで、いや自分は素直じゃないのには自信があると、ね、納得できなきゃ動かせんという方は、正直私のサポートを云々じゃなくてね、人に物を教わるのは向いてないと思います。そうでなくてね、人に物を教わって、稼げるようになりたいと、アドバイスが欲しいというんであれば、
もう言われたことをまずはそのまま実行してみると。で期限は半年と約束してるわけですから、まあ、半年間やってみて、で、うまくいくうまくいかない結果が分かってからね、どうするか考えればすることです。でましてや633名サポートしてね、630名うまくいってる方法ですから、まあ、言った通りやれば結果出るのは当たり前でね、まあ、それでなおかつ結果が出ないと、ね、まあ、ちなみに結果が出ないと言われたんですけど、いただいてるサポート費用はねトータルで115万いただいてる。で売上が2800万上がってると、2300万上がってると、まあ、サポートで払った費用のね、20倍の売上上がって成果上がってないというのも、まあ随分厳しいね採点だな評点だなと思ったんですけど、まあ人には辛く、自分には甘いというのもね、またサポートで受けて結果が出ない人の特徴なんで、まあ厳しいことを言いますけど、まあこれをこの事実をね、逆に受け入れられない方は、まあサポートを受けて稼ぐとか人の言うことを聞いて、何かをするというのは向いてないということが言えると思います。まあ、変えるべきは私のサポート方法ではなくて、あなたがサポートを受ける、姿勢なんでね、まあ、それになんとか気づいていただいて来年は稼いでいただきたいなと思います。また今後サポートをね受けたいなと思っている方、私の動画も散々ねたくさん動画もありますし、セミナー入っていただいている方はセミナーなんかで、どうして稼がせているかを見て分かっていると思います。あ、なるほど、それなら稼げそうだなと思った場合のみね、素直に、まあ、半年はもう言うこと聞こうと言うんであれば成果出ます。まあ、その自信はないと、納得できなきゃ動かないとかね、自分は全く素直じゃないんですという方はね、サポート受けてもきっと結果出ませんので、まあ、サポート受けるとか稼ぐとかっていうのは考えず、今やってる仕事をね、そのまましがみつくのがおすすめです。まあ、きついこと言いますけど年末最後なんでね、まあ、来年新たに稼いでいただくように、稼げない人の特徴、稼げる人の特徴についてお話ししました。そう、稼げる人の特徴は、すごい高い能力あるのに、ね、あえてもうそのままもう鵜呑みにして聞いていただいて実行していると、まあ、こういう、姿勢でサポートを受けていただいている方は例外なく稼げてます。サポートをうまく受けるコツは、そのまま自分で創意工夫なく素直に実行していただくことなんで、まあ、それをね、念頭に置いて面白そうだなと思った方はサポートの、受ける前段階、素直さとお金がちゃんとあるかの確認させていただきますので、無料のスカイプ相談をお申し込みください。お申し込みを待ちてます。アマゾンシスサポーター堀秀夫でした。